みんなの銀行にしましまょうか,久保さんなんか不思議な現象が起こってきてまた久保さん毎日みんなの銀行から入金あるんですけどなんかこれ面白いですよね多分ねあの言い続けるとあの伝わる人は伝わるっていう話ですねやっぱりそのなんだろうな仮想通貨ビットコインとかも非常に分かりやすかったんじゃないかなと思うんですよね最初はどうなのみたいな。 どどうなのどうなななななののみみたたいいい怪しくないみたいなだけど市場がねどん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 上がってったりとか間近になんかいろんな情報が出てきたりとかあのー、なんだ送り人も出てきたりとかもいろいろこう出てくる上でなんかあの徐々に浸透していくとで徐々に浸透して今度日本の業者も入ってきてみたいなねだから結局なんだろうなうーん そんんなもんですよね最初その PayPay ペペとかもそうだったと思うんですよ最初の入り口っていうのは電子マネーってねあ,のあんまり利用してなかったんでどうなのみたいなあとクレジットカードもそうだと思いますねネットでクレジットカードを使うのってどうなのと危ないんじゃないのみたいなね今さすがになくないですかでも大昔はネットでクレジットカードの情報を入れるっていうのが危ないっていうことだったんでしょ クレジットカードは危ないにしょここかな <laughs>。クレジットカード危ないにしときましょうか <laughs>。ちょっとタイトル <laughs>、ね。みんなの銀行が結構使ってるんで <laughs>。まあでもそれもいろんな情報が出ていろいろこう、ね、なんか、なったことによって変わってきたと思うんですよ。うん。まあ変わってほしいっすよね。久保さんと僕がこんだけ言ってんだから。そろそろやればいいんじゃないかなと <laughs>。 <laughs> そろそろやればいいんじゃないかなって思いますけどね。今日何やりました今日何やりましたまた YouTube 見たんですか ?YouTube 見てるだけじゃ何も人生変わんないですよ。やらないと。僕はやらなければ何も変わらないと思ってるんで、もちろん勉強することだったり知識を得ることは大事だと思います。だけど、前提条件として、やらなければ、行動しなければ何も変わらないっていうのが根本に僕はあります。すべてはやることからすべてが始まるってことですね。 始めたいんだったらやることだと。やらなければ始まらないし、始めたいんだったらやることだということですね。いってらっしゃい。